私たち小松沢演劇を通して平和をきちんと考えていくということをあの設立当時から理念としております、えー、このような混沌とした時代にあのきちっと消耗品でない演劇を一つ一つ丁寧にこれからも作っていきたいと思っておりますその初演の梅沢雅代さんと僕は同じ年の生まれでその福吉光江っていう父と娘の娘の方は。 まあ、昭和と同じ年なんでで歳っていう設定でこの話を伝えろっていうことを、まあ、ある重荷に感じてた娘の目線から今度はこの話を我々が伝えないでどうするっていう父親の目線に僕自身がいくぶ変わってったといえば変わってった24年間だったような気がしますさっき伺ったら僕より年下の、えー、福吉武蔵が出現するということでえー、っと。 我々の知らない戦争を、まあ、あのどう伝えるかっていうことについてはあのいろいろ思うところもあるんですけど芝居の力って井上さんがよくおっしゃる言葉があったんだけどあのその芝居の力みたいなものを借りて、えー、やはり我々の表現力をこう進化させるというかそれしかこう方法がないと思うんですけどあの別にプレッシャーかけてるわけじゃないんですけどあのそれでもって。 なんとかこの話を語り継いでいいいいできたいという,ふうに思っています井上さんがこの作品の前工場として書かれている言葉の中に2つの原子爆弾は日本人の上に落とされたのみならず人間,の人間の存在全体の上に落とされたものと考えている。 被爆者は核から逃れることのできない我々20世紀後半の人間の代表としてあの地獄の火に焼かれたのだその地獄を知っていながら知らぬふりはできないだから私はこれを書くって書いてあってもうその言葉にものすごく感動しまして。 もうよし、と思ってあの未熟だけど微力だけど一生懸命この竹蔵をやろう竹蔵を生きようと今思ってますあの、まあ、死んでますけど、蔵 <laughs> この作品はこれまで本当にとっても素敵な先輩方が演じてこられた作品なのでプレッシャーはもちろん かかっているんですけれどでもあの私にはあのとっても頼もしい山崎はじめさんと演出の宇山さんと素敵なスタッフの方々がいるので、えー、できるだけ楽しんで作っていけたらいいなと今は思っています。父と娘のあの愛情のあるあっ,たかいお話だなっていうのがとても印象に残っているのでえっとそれを 大切にやらせていただきたいのでいろんな世代の方に見ていただけると嬉しいなと思っています。